いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを切れたのはリバティアイランド。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくリバティアイランド行きました。続いて前へ行くのはパーパー北ウィング。後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはゴールデンハインド、その外からパーパー、その外にリバティアイランド、コナコースト、そのうちに続いていますベリーファービア、それに続いています、その外にレミージュ、内からはヒップホップソウル、ミッキーオージャス、それに続きます、内からはドゥーアイズ、その外に新緑化、その後ろにラベル、その外に君の名はマリア、内からは大徳オンタム、その後ろに北ウィング、その後ろにエミュー、その外にイングランドアイズ、その隣にソーダズリング。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはドゥーラ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番ゴールデンハインド、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがコナコースト、並んで16番パーパー、大きく離れました。ヒップホップソウル、大ケーキを通過していきます。先頭は依然としてゴールデンハインド、2番手はコナコーストハーパー、3番手後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ゴールデンハインド先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。コナコースト前に並びかける、ヒップホップソウルいい足だ、ここから勝負をかけます。残り 200m を通過して、一気に新緑化、リバティアイランド並んでゴールイン。2着争いは接戦になりました。いよいよ発走です。スタートしました。ゴールデンハインド、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してゴールデンハインド花に立ちます。その後ろからはコナコースト、この馬も上がっていく構えです。さらにはヒップホップソウル、14番レミージュ、その後ろゴールデンハインド、先手を取りました。これに続くのがミッキーオージャス、ベリーファーミア、それに続いています。その外からパーパー、内からは新緑化、その外にライトクオンタム、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その隣に君の名はマリア、すぐ後ろにリバティアイランド、並んで6番ドゥーラ、エミュー、すぐ後ろオレンジの帽子ドゥーアイズ、その後ろ北ウィング、そのうちに続いています。その外にラベル、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはメランポジューム、内からはソーダズリング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番ゴールデンハインド、依然として先頭、その後ろにミッキーオージャス、これに続いてデミージュ、大きく離れました。ヒップホップソウル、先頭は依然としてゴールデンハインド、ミッキーオージャス、ほとんど差がありません。レミージュ3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってミッキーオージャス、内からゴールデンハインド、外からライトクオンタム、ミッキーオージャス先頭、外からライトクオンタム、残り 200m、 ライトクオンタム先頭だ。一気にコナコースト、コナコースト差し切った、コナコースト、コナコースト1着、2着は微妙です。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはミッキーオージャス、コナコースト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくコナコースト行きました。続いて前へ行くのはミッキーオージャス、北ウィング、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはミッキーオージャス、コナコースト、それに続いています。その隣にベリーファーミア、ハーパー、その前に進出、その後ろからはレミージュ、並んで18番ゴールデンハインド、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ヒップホップソウル上がっていきました。新緑化、すぐ後ろオレンジの帽子、君の名はマリア、その後ろ、その外にリバティアイランド、並んで7番ソーダズリング、並んで8番ドゥーアイズ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その外からドゥーラ、エミュー、そのうちに続いています。並んで4番クイーンズカムイ、その外にラベル、さらにはライトクオンタム、しんがりから北ウィング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、13番ミッキーオージャス、依然として先頭、さあ先頭はまだ13番ミッキーオージャス、2番手はハーパー、5
ゴールデンハイムの3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミッキーゴージャス先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。ハーパー足色は十分、前に迫れるか。残り 200m を通過して、一気に後続が襲いかかってきた。ソーダズリング抜けた、ソーダズリング先頭だ、ソーダズリング、ソーダズリング1着、2着は微妙です。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはヒップホップソウル、ハーパー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくヒップホップソウル行きました。続いて前へ行くのはハーパー。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはウェイビー、その外にヒップホップソウル、内からはゴールデンハインド、並んで10番ミッキーゴージャス、その外からハーパー、その後ろにウナコースト、少し間が空いて君の名はマリア、その隣にレミージュ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。リバティアイランド、その前に進出青の帽子ソーダズリング、その後ろすぐ後ろにベリーファーミア、その後ろにナイトクオッタンドゥーラ、そのうちに続いています。並んで8番ドゥーアイズ、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。その横に新業区間、その外にラベル、内からは北ウィング、最後方にエミュー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度2番ゴールデンハイムド、レースを引っ張ります。並んで4番ウェイビー、 OK 機を通過していきます。前はゴールデンハイムド、ウェイビー、ほとんど差がありません。ヒップホップソウル3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はゴールデンハイムド、ゴールデンハインド先頭、外からヒップホップソウル、ゴールデンハインド先頭、外からヒップホップソウル先頭、ゴールデンハインド追いすがる。残り 200m、 ミッキーゴージャス追い上げてきた。ミッキーゴージャス先頭、ミッキーゴージャス先頭、ミッキーゴージャス大激戦のゴール前。